はい、こんにちは。今日は大阪大学の問題を紹介いたします。α は x2乗-2x-1=0 の二次方程式の解であると。で、a+5α×b+5cα=1 を満たす整数の組 ABC をすべて求めなさいと。ただし必要ならルート2が無理数であることは証明せずに用いてよいと。ここがもう最大のヒントですね。ルート2が無理数であることを証明して、利用して ABC 特定していくけど、整数なんで、特定できるでしょうという問題です。じゃあまずはとりあえずこれ解きましょうと。平方完成して、マイナス2になるからイコール2。で、まあここでルート2が登場すると。x イコール1プラスマイナスルート2と。なんで α は、まあ、1プラスマイナスルート2だと。じゃあその時にこれが掛け算が整数になりますよっていうので、まあ、これとりあえずバラバラにしないと始まらないと思うんで、バラバラにすると AB、まあ、バラバラといってもまあ 5α はまとめてたらいいかな、プラス 5α かっこ B 足す AC でプラス 25α 次乗 C が1で、でところで、α っていうのはこれの解なんで、もちろん α2 乗マイナス 2α マイナス1は0なんで、これ次数下げられますよねと。α2 乗は 2α プラス1なんで、これ次数下げられると。でそうするとまあこいつとももうちょっとうまく、因数分解できるんで、 AB 足す 5α で、まあ、じゃあここ別に書いておくと、25括弧 2α プラス 1c なんで 50cα だから、この中に 10c 入れられますね。 B 足す AC 足す 10c 入れられて、であとは、残りは 25c で、まあこっちマイナス1イコール0と。そうするとここでまあ、これ、ルート2が無理数であることを利用しろと。で、ABC は整数であると言うと、じゃあこれ、5α カッコ、B 足す AC 足す 10C が、じゃあこっちも移行して、それ以外は、1-25C-AB。で、ここで、これが、まあ、要するにこれが0になるんですけど、一応まあちゃんと言うならば B 足す AC 足す 10C が0でないならば、0でないならばこれ割り算できますと。あとは、α がこれ0じゃないんで割っちゃって構わないと。そうすると5括弧 B 足す AC 足す 10C 分の 1-25C-ABと。そうするとこれ ABC 整数ならばこれ有理数です。整数分の整数なんで有理数。ところが α は、1プラスマイナスルート2で無理数ってことは、これ矛盾します。ってことはどうして矛盾したかというと、これで割り算したからいけない。これが0でないと仮定したのが誤りなんで、これは0です。じゃあこれが0だと分かったと。じゃあそしたらばこれ0だから0で、こっちも0と。じゃあこっち別にマイナスか0なんでマイナスかけても同じなんで、AB プラス 25C-1 も0と。じゃあこれ2つでなんとか整数っていう条件から、ABC 特定できそうだとするならば、まあ文字を1つぐらい減らしたいんで、上 A 倍すれば A と C だけの AB 消去できると。じゃあ上 A 倍すると、あ、ただしあれか、 A が0でない保証はないんで、じゃあ A が0でないとする、 A0 でないとするならば A かけて構わないんで、A が0でないとすると A の0と仮定して、ABたす A 次乗 C たす 10AC が0で、
これとこれとで AB が消去できるんで引き算すると A 次乗 C プラス 10AC 引き算してからこれ引く 25C 足す1が0と。じゃあこれ全部 C が含まれてる C で含めちゃうんですよ。 C カッコ A 次乗プラス 10C マイナス25まで含めてでこうしてマイナス1ということは掛け算してマイナス1で A も C も整数なんで、C がプラスマイナス1だと。そうするとこの辺だな、 C がプラスマイナス1なんで、じゃあ C が1の時、これがプラス1だったらこっちがマイナス1。A 次乗プラス 10C、これ10A、C で含むと A が、10A マイナス25がマイナス1。ということは A 次乗プラス 10A マイナス24が0と。じゃあ A 足す12カッコ A 引く2が0なんで A はマイナス12か2。じゃあ一つとりあえず答えが出て、A がマイナス12の時 C は1で、その時 B はここにあるな、これ BAC がマイナス12足す10が0だから、B は2で、A が2の時 C はやはり1で、 A が21だから B足す2足す10が0だから B がマイナス12と。じゃあ今度 C がこれも大丈夫かな、 C がマイナス1の時は今度これがプラス1になるんで A 次乗プラス 10A マイナス25イコールプラス1なんで A 次乗プラス 10A マイナス26が0。これは因数分解できない、まあ、整数の解はないと、まあ、ちゃんと解くなら、まあ、一応 A 足す5の2乗ここ25イコール51かな、なんでまあ整数にはなりませんということで断念で、じゃああと A が0の場合も一応検討しなきゃいけないのかな。 A が0の場合A が0の場合は0、B 足す 10C、こっちか、A が0だから、これ言うの、25C イコール1だ、これもダメです。A が0の場合は、ここ0なんで、これもダメだと。じゃあ A0 もありえないんで、これだけが答えになりますと。じゃあ以上です。ありがとうございました。